ナディア、施設に戻ったわ。どこから探せばいい？最初は種の鞘ね。花がその辺りの洞窟の中にあるはず。具合が悪くなるほどの数はまず咲かないから、安全に集めることができる。肝臓は簡単ね。鹿がその花を餌にしてるから、集まってきたのを狙えばいいわ。殺虫剤については任せて。おじいちゃんが私にロシア語の読み方を教えてくれたから、古い備品の目録に目を通して保管場所を調べてみる。見つかったら教えるわ。わかった。私は他のものを探しに行くわね。花だわ。鞘を集めないと。気になる通信を見つけたの。回線をつなぐわ。ブラボーチームは依然として行方不明だ。あの救難連絡以降通信が途絶えてる。救助隊を送った方がいい。ソ連軍の施設周辺の見回りを終わらせて、先住民の女の行方を追え。ブラボーチームが消えたのと関係があるはずだ。追加の人員を送るのはもっと情報を得てからにする。了解。あなたは安全？今は古い隠れ家よ。外にはスネアトラップを仕掛けてある。最悪の場合地下のトンネルから脱出するけど、目録を読み終わるまでここにいるつもり。あなたは平気なの？ラら、私にとってはありえない事態よ。命を狙われるなんて。平気なわけじゃないわ。ひとまず無事でいてね。
戻ったか。頼みがあるんだが。調子はどう？ソ連人はこの場所をさっさと見捨てたよ。そして谷の至るところに物資を残していった。有効に使え。雨が降ると鹿は木の下に集まるんだ。濡れるのが気にならなければ狩りにはいいタイミングだ。狩りをするときは狩猟小屋を利用するといい。谷のいろんなところにあるぞ。お手伝いしたいわ。何かない？まず侵略してきた奴らについてできるだけ情報を集めたい。古い収容所で情報を集める必要がある。正直言って危険な仕事だが、リスクを犯すだけの価値はある。手伝ってくれるか？準備ができたら出かけるわ。ここで待ってるよ。そしてありがとう。何か収穫は？まだ何も見つけてないけど、引き続き探索するわ。元気かい？鉱山を見たか。ソ連軍が残した施設の近くのやつだ。あそこで村人がたくさん亡くなった。メモにあった薬品、フェノチアジン、多分見つけたと思う。製造所の下の階に保管されてて、夏のシロアリ駆除に使ってたみたい。それで本当に間違いないのよね。おばあちゃんの調合法にあった薬品なのは間違いないわ。でもこんなの飲んで大丈夫かしら。試せばわかるでしょうけどね。戻るわ。戻ったのか。よかった。君の助けを借りたいんだ。どうしたの？この谷全体に戦士を配置しているんだが、昨夜最も勇敢な二人が捕らえられた。
彼らがまだ生きていると思われる根拠はある。もう一人逃げおせた者がいるんだ。列車の駅の下に連れて行かれたらしい。逃げ出す直前、そこで二人が檻に入れられるのを見たと言っている。谷には他に12名ほどの戦士を配置している。俺はここで指揮を取らなきゃならない。君の活躍は見てきた。君に助けを求めるしかないんだ。ええ、もちろんよ。ありがとう。彼らも危険は承知だ。命さえ差し出すだろうが、それを黙って見ておくわけにはいかない。ネズミめ、
静かにして助けに来たわ。急いで、もう奴らが起きる。隠れながら進んで。あなたの助けには本当に感謝してるわ。土地のことは把握してるけど、日を追うごとに人が少なくなる。あんたが味方でよかったよ。ありがとう。戦士たちを見つけたわ。まだ生きてる。君がこの谷に来たのは必然かもしれないな、ララ・クロフト。俺たちが挙げられるものは少ないが、これは何かの役に立つかもしれん。
ソ連軍の兵士、ここで何か恐ろしいことがあったのね。下に走り書きがあるわ。隠した者への道順かしら。今ソ連の古い聖堂所まで来てるわ。鉱山施設の一番上にある鉱山の入り口に向かってるところだ。そこまで来られるか。今から向かう。どうしよう。この報告書はフリーダム。見つけた。今から原料を混ぜるわ。見回り班の動きはどう？ちょうど通信を聞いてたところ、移動中みたい。奴らはどこ？まずいわ。あなたの方にまっすぐ向かってる。隠れてやり過ごせるかもしれないけど、手遅れかも。ごめん。だら援護に回る。まずいわ。暴れて。
着剤を試すわよ。正直言ってあまり気乗りはしないわね。聞いたら自分の分を作って谷に向かう。着いたら知らせるわ。扱いね。施設の地図はあるのか。いや、ない。私の報道ですっかり形が変わってしまってる。上に行くのはナビルがいるな。天候による打撃が大きい。ソ連軍はここを突破してきたのか。ああ、最初の接触は坑道の中だった。それから回収作業に変更されたが、2週間以内に暴動が起きたよ。労働者も我慢の限界だったか。見たことあるだろう。何かあるのは間違いない。早く登録を見つけて。死んでる。誰がいるな。